さつき。大峰くん。ああ、みどりも一緒なんだね。ああ、そこで会ったのだよ。桃井は何をやってるんだ？宣伝係だよ。うちのクラス、ここの教室でクレープ屋さんやってるの。お前、俺にはクレープ作る係って言ってなかったか？それは、いろいろあるの。どうせ焼こうとして失敗しまくったんだろ。ほんと、料理の才能ないね。うるさいな。青峰くんには関係ないでしょ。ねえ、みどりん、食べていかない？遠慮するのだよ。俺はこれから行かなくてはいけないところがある。何かあるの？先生術研究会に占い師の助っ人を頼まれたのだよ。は？お前が占い師？じゃあ何か、その手に持ってるでっかい巻貝で占うのか？俺が占うならおはーさ占いに決まっているのだよ。この貝は今日のラッキーアイテムのホラ貝だ。おはーさ占いって、それ占い師必要なの？桃井、何か言ったか？ああ、別に。青峰くんはこれからどうするの？うん、俺は適当にブラブラする。あ、そういやお前、クイズ研の、なんとかってやつに参加すんのか？なんとか？クイズ研が主催するスタンプラリーのことか？作りが凝っていて、毎年抵抗祭の目玉になっているそうだな。ああ、多分それだ。クラスのやつから二人一組の参加だからサツキを誘いたいけどいいかって聞かれた。なんで青峰くんに聞くの？知らねえ、勝手にしろっつっといたけど来たか？そういえば、でもよく知らない人だから断っちゃった。大方例の噂を信じたんだろうな。噂って？くだらん噂だ。俺はもう行くのだよ。あ、じゃあ俺も行くわ。うん、またね。さて、クレープいかがですか？桃井さん、交代の時間だよ。宣伝係代わるね。うん、お願い。さあ、私はどこ行こうかな。ねえ、桃井さんはやっぱり青峰くんとスタンプラリーに参加するの？え、参加しないよ。なんで？しないの？てっきり青峰くんとだと。ああ、そう。参加しなくてもいいってこと？え、どういうこと？もしかしてスタンプラリーの噂知らないの？うん。女子の間ではこの話有名なんだよ。あのね、クイズ研のスタンプラリーに男女ペアで出場して優勝すると、そのペアは幸せなカップルになれるんだって。幸せなカップル？それって桃井さん、どうかした？うん、なんでもない。教えてくれてありがとう。じゃあ私遊んでくるね。幸せなカップルか。鉄くんと参加できたら。いや、でもそんなことになったら死んじゃうよ。桃井さん、一緒にクイズ研のスタンプラリーに参加してくれませんか？桃井さん、お水です。ありがとう。ごめんね、鉄くん。いえ、でも大丈夫ですか？もしかしてカレーが辛かったですか？ううん、鉄くんのカレーとっても美味しいよ。それに鉄くんの格好もすっごくかっこいい。ありがとうございます。羊の格好でカレー屋さんなんてちょっと変かなと思ったんですけど。すっごくいいよ、似合ってる。お持ち帰りしたいくらい。すみません、お持ち帰り用のカレーは用意してないんです。話噛み合ってないけど大丈夫。はあ、それでスタンプラリーのことなんですけど。私でよければ一緒に出よう。ありがとうございます。友達の都合が悪くなって困っていたところなんです。友達？それって女の子？いえ、男の子ですけど。本当？よかった。あれ、てつくんはスタンプラリーになんで参加したいの？なんでって、優勝商品が欲しいんです。今年はレブロン・ジェームスモデルのバッシュらしくて。バッシュ？でもスタンプラリーに参加するには二人一組じゃないといけないので、桃井さんがいて助かりました。そっか、
鉄くんはあの噂知らないんだね。噂って何ですか？気にしないで。スタンプラリー頑張ろうね。はい、よろしくお願いします。じゃあ1時に第2グラウンドの前で、そこでスタンプラリーの受付をするそうですから。うん、わかった。午後の1時ね。じゃあす。お帰りなさいませ、旦那様。あれ、クロコッチ見に来たっすよ。マジ執事なんすね。似合ってるっす。どうも。キセ君もすごいですね。そうっすか？すごいですよねえ、桃井さん。うん、キーちゃん、なんで前髪上げて軍服着て勲章ジャラジャラさせてるの？これうちのクラスの衣装なんすよ。キセ君のクラスはお芝居でもやってるんですか？うん、縁日っす。縁日ってそういう格好でするもの？いや、クラスの女子に衣装をお願いしといたら、当日蓋を開けてみてびっくりってやつっすわ。ほんとびっくりだね。縁日隣の隣の教室でやってるんで、桃っちもクロコッチも遊びに来てね。うん。キセ君、こんなところで油売ってていいんですか？クラスの方は。俺の担当時間は終わったんすよ。で、着替えに行くついでに寄ったんす。いやー、それにしてもクロコッチ似合ってるっすね。そうですか？うん、すっごく似合ってるよ。かっこいいもん。華麗にカレーを振る舞うというのがコンセプトです。ダジャレっすね。素敵なセンスだね。そうくるっすか？あ、もしかして俺とクロコッチが並ぶと意外と似合うんじゃないっすかね。何がですか？ちょっと俺の隣に立ってみて。はあ。さあ、こう並んで、どうすか、ももっち、見た感じは。コンセプトは青年将校とその執事っす。二人ともかっこいいよ。でしょ。よし、クロコッチ、一緒に写真撮らないっすか？この格好でですか？この格好だからっすよ。俺カメラ持ってるんで。ああ、私が撮るよ。だから後で一枚ちょうだい。せっかくなので桃井さんも一緒に写ったらどうですか？いいの？はい、いいですよね、キセ君。もちろん、桃っちはお姫様ってことで。ああ、だったらもう一人一緒に撮りたい人がいるっす。ちょっと呼んでくるんで待ってて。一緒に撮りたい人って誰でしょう？そう、こっちこっち。ああ、クロチンとサッチンだ。ムッカン？紫原くん、すごいですね。あ、そう？そうだよ。なんでレースひらひらリボンたっぷりふっくらドレスに縦巻きロールのズラかぶってんの？あ、縁日だから。どうすか、驚くっしょ。驚くっていうか呆然というか。なんでこのチョイス？いやー、紫っちってば、背が高すぎてレンタルした服の中で合うサイズのがなかったんすよ。で、唯一着れたのがこのドレスだったみたいな。みたいなって。もともとはどんな女性のために用意されたドレスなんでしょう？紫っち、あれやってよ。あ、うん、まあいいよ。あれって？まあ見てて。うん。ご飯がないならお菓子を食べればいいじゃない。なんてムックンにぴったりなセリフ。すごく圧倒されました。でしょ。なんとなくやってみたらすげえハマって、お客さんの受けもいいんすよ。ね、うちの院に来てみたくなったでしょ。うん。もしかしてこの4人で写真撮るんですか？カオスですね。そんなことないっすよ。何何、写真撮るの？撮ろう撮ろう。じゃあここに並んで、俺誰かにカメラ頼むんで。あ、すいません。紫原君、カメラお願いします。僕の前に立たないでください。コースだけです。丸かぶりです。あらら、そう。みんないいっすか？はい、スマイル。黒チンとこのカレー食べていきたいな。いいですけど、うん、綺麗に。クラスはいいんですか？よくない。そろそろ帰らないと。ちゃんと取れてたんで、今度プリントして渡すね。うん、じゃあ俺教室に戻るね。おい、よろしくっす。あ、クロコッチ、紫っちにあれやってあげてよ。あれですか？俺が入ってきた時にも言ってた、このお店の挨拶っすよ。ああ、わかりました。行ってらっしゃいませ、旦那様。
うん、行ってくる。またね。じゃあ私もそろそろ行こうかな。そうですか。ではまた後で。うん、楽しみにしてるね。モモッチはこの後どこに？特に決めてないけど、おすすめはある？そりゃうちのクラスの縁日って言いたいとこっすけど、今ならちょうどドンピシャで面白いおすすめがあるっす。何？アカシッチの無双伝説っすよ。アカシ君の無双伝説？大手負けました。すげえ、将棋部部長相手に素人が勝った。なんということじゃ、今のはまさに神の一手。これが部長の実力とはな。まあ多少は楽しめたが。ほらね、アカシッチは無双でしょ。うん、アカシ君ほんと強いね。クロコッチのとこ行く前にアカシッチに会って、これから将棋部に行くって言ってたんで、ちょうど今頃勝負がついてる頃かなって。なんで将棋部に入らないんだろうって思ってたけど、勝負にならないからなのね。ちなみに今日はすでに囲碁部とオセロ部にも行って勝ってきたらしいっすよ。え、そんなに？もうそれって道場破りじゃない？いや、道場破りっていうよりあの場合。さあ、5人勝ち抜くともらえる商品は何だったかな？商品は食堂の食券半年分だ。持ってけ泥棒。すごい豪華。っていうか5人も勝ち抜いたの？あんなの序の口っすよ。囲碁部では8連勝、オセロ部では10連勝だったって。おかげでほら、アカシッチの足元にある袋もらった商品でパンパンじゃないっすか。本当だ、すごい量でしょ。あれはもう道場破りっていうより賞金稼ぎっすね。バウンティーハンター。